Welcome to Yohei's Easy Japanese Vlog. Subscribe and let's start studying Japanese. Previously in my vlog, I've shown you one of Yamaguchi's delicacy, pufferfish. For those who watched the last vlog, here's a list of the words from that video. You can pause the video and see how many words you remember. Yamaguchi でいっぱいブログ撮ったからまた Yamaguchi の動画です。今まで食べたご飯の中で一番びっくりして美味しかったご飯の紹介。山口県の瓦そばです。多分いろんな麺の中で一番美味しいかも。実は昔、九州で起きた戦争の時に兵士が瓦を使って料理をしていた話からできた料理。今日は元祖瓦そばのお店高瀬に。こちらが元祖瓦そばの高瀬です。はい。これが元祖瓦そば。1200円。天ぷらも置いてないか。今日は瓦そばを食べに来たので瓦そばです。はい。瓦そばを、瓦そばを、はい、2つで、2つ、はい、以上で、お寿司のようにお二人分で乗ってまいりますけど、よろしいです。わけそば屋にしなくて大丈夫ですので、大丈夫です。はい、おそば取られてからこちらそばつゆの方を入れられてくださいね。はい、そばつゆ、そばつゆです。さらに入れます。インサート。うん、うまい。おこげがパリパリで。めっちゃいい食感。乗っているのはそば、卵、お肉、海苔、レモン、もみじおろし。ちょっと食べる。パリパリ。普段は瓦ではなくホットプレートで食べているそうですが、一度はぜひ瓦で食べてください。今日の動画はここまで。来週のクイズも頑張ってね。紹介 introduce 麺 noodle 瓦 roofing tiles 戦争 war おこげ scorched パリパリ crispy食感 texture 卵 egg お肉 meat 普段 usually